タイムカプセルを見つけちゃいました。ですね、最近もう引っ越しの片付けとかもういろいろやってて、で前の家では見たことのない箱を見つけたんですよ。で何これ、こんなんあったっけ、テープでベッタベタに貼ってあって、こんな感じでガムテープで貼ってあって、でお父さんこれ何って聞いてちょっとね一緒に開けてみたら、なんともうタイムカプセルのようですね。もう何年ぶりにお父さんも開けたらしくて、私今15歳だから開けるの、まあ見るのは15年14年ぶりくらいですね。何かというと、私とお兄ちゃんの赤ちゃんの洋服が入ってました。びっくりしちゃったよね。もう前の家で見たことなかった、一回も開けたことなくて、こっちで片付けしてる時に初めて開けて、もうびっくり、本当にまあ汚いものもあるんですけど、今日はせっかくなのでちょっと皆さんにも見せたいなと思ったので、今回こちらの中身大公開しちゃいます。タイムカプセルオープン、じゃ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 ーん、でっかいもん箱がこんな感じで入ってます。まあ、まずは毛布みたいなやつです。じゃん、こんな感じ。結構ね、もう黄ばんじゃったりしてますね、ほとんど。で、もしこのよう、ここにある洋服を着てるちっちゃい頃の写真とかあったら、お父さんが編集でここら辺にくっつけるので、ぜひ見てください。もしあったらですね。で、皆さんが見たいのは洋服だと思うんで、ちょっとまず洋服。まずこちら、じゃじゃじゃーん、ちょっと汚れてるけど、クマの洋服です。なんかすごいメルちゃんみたいな洋服ですね。こんなちっちゃいんだよ、待って、やばくない？今私 M くらい、 M? うん、M とかの洋服着てるけど、サイズは何って感じ。あったあったあった。サイズ、身長50センチから70センチ、体重3から9キロ。ちっちゃい！こんなこんなこんな、ロッキーよりちっちゃいよ。ロッキーよりちっちゃいじゃん。だってロッキーが初めて来たのは、2.7 とか、まあ約3キロだから、そんくらいですね。こんな感じです。じゃん！帽子だ！帽子！ちっちゃい！赤ちゃんの帽子ですね。ちっちゃすぎないですよ。かぶれない。帽子。で、あと、あ、これも結構汚れてるね。何これ、ワンピース？ほら、結構汚れちゃってます、これは。黄ばんでる。ほら、ワンピースです。ちっちゃ！ポポちゃんの洋服じゃんね、もう。次が、あ、これもなんか、上に着るやつですね。かわいいな。ちょっと自分で言うのもなんですけど、洋服。こんなちっちゃいの着てたんだなって。で、こっちも結構決まる。ね、これ。ちっちゃ！ちっちゃくない？これ生まれたばっかのやつかな、多分。下着みたいな。ちっちゃ、こんな、ここに腕入ってたんだよ。やば。で、あと、これもタオル？あ、毛布みたいな。掛け布団みたいなやつです。で、これが、ズボンですね。めっちゃ汚れてるけど。ズボン、これ何歳か、2歳くらいかな、多分。私の予想ですね、予想です。で、他は、これですね。これもなんか、赤ちゃんがよく着てる、全部にボタンついてるやつ。こんな感じ。ギャップです。ギャップで買ったんですね、これ。あ、これもあれですね。赤ちゃんがよく着てる、全身繋がってるやつです。こんなちっちゃいの着てたんだね。で、次、これ何これ。あ、セーターみたいな。やば、これさ、ポポちゃんのさ、おもちゃ箱に入っててもおかしくなくない？セーターとか、T シャツ、これは、あー、スカート、タイツがついてるスカート、ちっちゃ！こんな、こんなちっちゃいよ。やば。あ、これもセーターだね、白いセーター。で、あー、なにこれ、半ズボン？かわいい。かわいすぎない？ちょっと。で、これ赤いセーター、みたいな。ちっちゃい！で、ちっちゃい！なにこれ？見て、え、やばいやばいやばい。70のサイズだから、いや、はあ、やっば、これ一番ちっちゃいんじゃない？見てよ、これこんなんですよ。よだれかけですね、もう私で、私的には。で、ジーパン、これね、私写真覚えてるんだよね。なんか履いてたような、履いてないようなって感じですね。こんな感じジーパンです。クマの3歳4歳くらいかな。こんな足長いですね。あ、これも赤ちゃんの頃のなんかつながってるやつですね。はい、かわいいですね。もう毛玉だらけですね、これね。これも、あ、同じ感じの服がいっぱいありますね。あ、帽子、帽子ですよ、これ。で、これも、あれ、洋服ね。こういうの多いよね、やっぱ赤ちゃんって。何、尻尾ついてるんだけど、かわいすぎない？あ、これの帽子。こんな、かわいい。で、これ。これも毛玉。結構汚いね、これね。はい、うさぎ。
あ、これも繋がってるやつで、これは何、あ、かわいい、かわいい夏服とかで、あ、ズボンとかもね、ありますね。ちっちゃい、こんなお尻ちっちゃいの、私の手くらいだよ、お尻で、アンパンマン、アンパンマンの洋服、あ、これ多分ね、浴衣のあのズボンだと思う。長袖とか、やっぱさ、あのちっちゃい頃さ、肩にさ、ここに2個ボタンついてたの覚えてんだけど。で、これもなんか、かわー、ちっちゃい。で、あ、これ何、これワンピース、かわいい。これもワンピース、これかわいいの、これ。で、あ、これも毛布ですね。これも毛布です。これは何、あ、これはあったかい洋服みたいな。ほら、これ結構大きいね。で、同じような。やつとか、いやー、あーっとっとっと、これこれ浴衣がこんな感じで、さっき下あったでしょ。で、これが確か1歳の誕生日の時にかぶったあの帽子かな。あ、これアンパンマンのまた洋服ですね、アンパンマンで、あ、これ洋服は最後です。で、続いて見て、靴下ちっちゃくない、待って、私の手よりちっちゃい。ちょっとあの汚い、今汚い足なんですけど、見てよこの大きさ、こんなんよ、やばいって、ちっちゃすぎる。で、皆さん見てください、下下かわいい、ラッキー、行く、はい、あとで行こうね。はい、で次も靴下ですね、また同じサイズの靴下とかで、これは、あ、これあれだ、ほら、手につけるやつ、こんな手ちっちゃかったの？いや、こんなんじゃない。かわいい、待って。こんなちっちゃかったんだね、手がね。で、こっちもちっちゃい靴下です。次は、おもちゃです。汚いです、正直。もう黄ばんじゃってる。はい、ロキ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 反応した。これはダメね。はい、で、最後が靴。靴が、結構ね、汚れてるんだけど、こんな感じの靴です。赤い靴ね、ちっちゃいので、これもまた靴ですね、なんかキラキラした靴です。こっちも靴、かわいいね。これ1歳の誕生日パーティーで使ったらしいです。で、これちっちゃい、なにこれ、ちっちゃい、あ、何センチとか書いてないか、あ、12センチです、これ12センチって書いてある。で、最後がこれ、なんか結構かっこいい系の靴ですね、ナイキの靴です。これで以上です。はい、こんな感じでしたね。あ、そして最後ね、これはまあまあ、これもね、一回紹介したかな、じゃーん、ランドセルです。いや、懐かしい、私はピンクのランドセルを使ってました。今しょったらどんな感じで、しょってみる。いや、あの、実は小学6年生から身長が7センチしか変わらないから、多分あの、しょえると思うんだけど、でも太ったからな。はい、こんな感じです。ほら、やばくない、違和感ないかな、こんな感じです。こんなやばいね。だってさ、小学1年生の頃はほぼこれで背中覆われてたからさ、ちょっとめっちゃ違和感ですね。いや、成長しましたね、私も。はい、もう本当にね、私も全然分かんなかったの、こうやって15年間ね、約15年間大切にしまわれてるっていうのを全然分かんなかったんで、びっくりしたし、いや、こんなの着てたんだって感じですね。懐かしさもありますね、ちょっと。いや、ランドセルはめっちゃ懐かしいです。まあ、これはね、あの、洋服とか全然覚えてないんだけど、本当にびっくりしましたね。で、もし皆さんも家にこういうの私もあったよとかあったら、ぜひ教えてください。おもちゃと遊びたいみたいです。はい、はい、ということでね、今回は私の昔の、まあ、タイムカプセルみたいな、昔のあの、私の赤ちゃんの頃の洋服を紹介しました。ロッキー、この動画が面白いと思って、またこういう動画見たいと思ったら、チャンネル登録よろしくお願いします。そして概要欄から私の SNS グッズもぜひ見てみてください。また次回の動画で会いましょう。バイバーイ。ロッキー、ダメ、バイバーイ。